フリードリヒ・ヨシアス・フォン、ザクセン・コーブルクイコールザールフェルトは、オーストリア帝国の軍人。最終階級は、陸軍元帥。ベルギー王レオポルド一世の王子にあたり、イギリス女王ビクトリアにとって、曽祖,祖父の兄弟にあたる。ヨシアスは1737年12月26日に、ザクセン・コーブルク公国のエレンブルク宮殿に生まれる。父は、 ザクセンコーブルクイコールザールフェルト公爵、フランツヨシアス、母はアンナ・ゾフィア・フォン、シュバルツルードであり、彼は罰子だった。1759年にオーストリア軍へ陸軍大佐として入隊し、7年戦争などに従軍した。1787年からのロット戦争では、エルンスト・ギデオン・フォンラウゾンの軍団の指揮にあたり、モルダビア公国やベッサラビアのホトインを占領。 また、北ャニの戦いでは、アレクサンドルスボーロフと共に、オスマン帝国の大最小コジャ・ユスフ・パシャ率いる、オスマン軍を破るなどの活躍を見せた。また、ルムニクの戦いでは、オスマン軍を壊滅させ、ブカレストを含むワラキアの大部分を占領し、ハプスブルク君主国側に併合させた。フランス革命戦争が勃発すると、ヨシアスは1793年から、 オーストリア領ネーデルラントリク軍の司令官に就任し、第一次退伏大同盟軍に交流した。彼は1793年3月のネイルウィンデンの戦いで勝利を収め、ネイルウィンデンをオーストリアの支配下に置いた。フランス入場後はバランシエンヌなどの都市を抑えたが、地理上の制約により彼の軍は大同盟軍と切り離されてしまった。そのため、 フランス革命軍の反撃を受け、1794年のフルールスの戦いで大敗北を起死した。これを機に彼はオランダを去り、同時に陸軍元帥を退位した。ヨシアスは、ワラキアにおいて、一般人であるて、レーゼ・ベッティンと出会った。1789年9月24日、彼女はロマンで彼との子を出産し、フリードリヒと名付けた。コーブルクに帰った後、 二人は結婚している。1808年8月25日、オーストリア皇帝によってフリードリヒは貴族に劣せられ、1853年2月17日には、ザクセン・コーブルク・ゴータコエルンスト2世から、フライヘア・ホン・ローマンの名が贈られている。しかし、フリードリヒは、帰戦結婚によって生まれた子であることを理由に、ザクセン・コーブルクイコールザールフェルト公の後を継ぐ道が、 閉ざされてしまった。ありがとうございます。